皆さんこんにちは、久しぶりです。まず乾杯しましょう。乾杯。暑いですね。京都は今日はね35度以上ありますよね。今日ね車で笠置駅のストリートピアに行ったんですけどね、めっちゃ暑かったです。駅もねエアコンもついてないですね。ただまあ風は通りますけどね、暑かったですね。今日はね、最近作った曲、どんどん即興で作った曲を聴いてきたんですけどもね、もうアップロードしてますんで、よかったらまだ聴いてください。こう暑いとバテますね。何にもやる気がしない。本当に。4日間かな、仕事を休みいただいて家の掃除とかいろいろやってたんですけど、今日はねバルサン炊きました。結構小さいゴキブリがねいっぱい出てきちゃって、それがもうちょっと限界やったんでバルサン炊きました。なので今日はちょっとすっきりしてます。だから1回だけじゃダメですね。またもう1回ぐらいやるつもりです。ストリートピアノを語るシリーズです。でストリートピアノに関して、中心に喋りたいと思います。京都駅のストリートピアノはまだ弾けません。多分当分無理やと思いますね。感染者も今増えてきてる状態なんで、ぼちぼちかなと思ってますけども、当分無理やと思いますね。なので近いとこは行けないんで、まあ大津サービスエリアか笠置駅あたりになりますよね。嵐山にもあるんですけどね、ストリートピアノ音がね悪くて、100年以上前のピアノかな、全然クリアじゃないんで、ちょっと弾く気がありませんので、まあ大津サービスエリアが一番今はいいかなと思ってます。これがね、大津サービスエリアでこの間弾いたんですけどもね、僕の音がね、多分大きすぎて騒音に感じられたのか、お客さんが多分誰かがちょっとやかましいてスタッフに言われたのかなと思ってます。というのは、僕が弾いた後にちょっと休憩してまだ戻ってきたんです。そうしたらね、大きい毛布を持ってきて、男性と女性のスタッフがね、グランドピアノの底の板にね毛布を当て込んでるんです。聞きます。んでね、僕に一回ちょっと弾いてもらえますかって言われたんです。なんで弾いたんです。その時はね結構静かな曲を弾いたんですけどね、やっぱり僕が弾いてることをご存知で聞いてみてくださいということは、ちょっと音が大きすぎたみたいなんです。だからまあやっぱり乗ってくるとね音も大きくなりますよね。ただお客さん側にしたらそれが耳障りに感じられる人もいるんでね、そのあたりちょっと気をつけないといけないかなと思ってます。ただどうしようもないんでね、やっぱり場所変えるしかないでしょうね。そんなことを言われましたら、まあ言われてはいないんですけどね。まあ今度爆音で弾いたらちょっと
出入り禁止になるかもしれませんね。まあそんなことは気にしないで、まあ自分を表現すればいいんですけどね。まあ好き嫌いありませんね。ピアノの音が嫌いな人もいますし、好きな人もいますし、まあいろいろですよね、ジャンルも。仕方ないですね。今ね、テレビニュース見てます。沖縄はね、結構コロナウイルスの感染者増えてますね。どこも行けませんね、旅行も。ゴールデンウィークはね、帰省したい人もできなかったし、もう夏休みお盆はぜひね、帰省したいって思ってるらっしゃる方もいると思うんでね。僕の職場の、男の人もね、どこやったかな、秋田県かなの方に帰られるみたいです。まあそんなにね、どんちゃん騒ぎとかそんな密にならなかったら大丈夫と思うんですよね。まあこのコロナウイルスのおかげで生活が随分変わってしまいましたね。本当だったらフィリピンとか韓国とかいろいろ行ってますよね。ずっと日本、それも関西だけです。行動範囲が狭まりました。多分来年ぐらいにならないと旅行は、海外旅行は無理でしょうね。なんとか収束してほしいんですけど、なかなか厳しいですね。ストリートピアノを飾る、今また曲を作ってるんですけども、なかなかなんていうの、これやっていうのがなかなか難しいですね。曲作り自体が適当になってるような感じだが、もうフィーリング感じで弾いてるだけみたいなんでね、ちょっと努力していいメロディーを作りたいと思います。あんまり機械的にね、頭カチコチになって作ってもダメなんですよね。聴いてて聴きやすい曲をちょっと考えてます。それでちょっとね、この歌いながらメロディーを最近イメージしてて作ってると思って、まあひょっとしたら最後のワンコーラスにボイスでボーカルありでいくかもしれません。それはちょっと何とも言いませんよね。ノリで行くかもしれません。まあちょっとジャズっぽい、ジャズバラードみたいな感じになると思いますけど。LP ガスのボンベが連鎖的に爆発。これですかね、ベイルートですかね。たくさんの方が亡くなってますね、大変ですね。悪いニュースばっかりですね。明日から仕事です。明日夜勤です。僕朝起きるのが苦手でね、どっちかというと夜型です。夜起きてるのは全然苦にならない。別に夜勤の時もね、全く寝なくても大丈夫。ただ帰ってきてからは寝ますけどね。夜勤明けに帰ってきて自分の YouTube 見てビールを飲んでるうちに寝ちゃってます。そんな生活です。チャンネル登録者は増えませんね。昨日一昨日かな一人増えたんで嬉しいんですけども、そっから増えませんね。なんでしょうね。こう YouTube 皆さん見た時にこう
おすすめとかそういうキーワードでね表示されるんですけど、それが少ないかもしれないですね。ちょっと有名にはなりたいですけどね、まだまだですね。今166人、最高で169人でした。でも職場のスタッフ入れてですからね、実質はそう知れてますね。なんか曲を作りたいですね。まあいつも適当に弾いてるんで、やっぱりテクニックも落ちてきてるような感じはします。やっぱりこう練習もね、やっぱり必要かなと思いますけどね。最近ね、この宇宙とか星とかそういうイメージで作ってる曲が多いです。シャイニングスターとかね、夜明け前の星空とかね、そういうイメージした曲が多いですね。なんか自分で癒されたいという気持ちがあるんでしょうかね。最近なかなか大変です。仕事もこのストリートピアノもなかなか登録者増えないんで厳しいですね。なんとかしないとなんですね。こういうのがね、分からなくて途端にね登録者増えるときもあるみたいですね。 YouTube 見てたらの ルーティンみたいな、誰かの一日の生活を追ったような動画ね、それがすごい流行ってるというか登録者増えてますよね。何がいいのか分からないですよね。やっぱり人の生活をちょっと覗き見してみたいという本能というのがね、いや皆さんにあるのかなと思ってね、まあ、僕もねそんな私生活を別に暴露してもいいんですけどね、この部屋は汚いんでね、この角度しか見せられません。こっから向こう、こっから向こうは汚い、だから見せられません。綺麗に掃除してから部屋の全貌を見せたいと思います。お楽しみください。小さいゴキビがねもういっぱいいましたもんね。大変で、冷蔵庫の中にもいるんでしょ。でね、頭から打ってくるんですよ。何かのこう払ったらね、小さいゴキブリがいたんですよ。大きいゴキブリはねほとんどいないんですけどね、小さいゴキブリっていうのは繁殖率が高いんですよかね、もうすぐいっぱいになるからね。もうね、糞だらけです。どうしようもないですね。やっぱりなんか食べ物とか油とかね、そういうものがあるから来るのかな。みかんの部屋なんて食事作ったりしないんで綺麗ですよね。だから全くいない。やっぱり水があったり油があったり食べかすがあったりすると来る。そらくそうかも。これがね全て自炊にしたらゴキブリいなくなるかもしれない。困ったもんですね。すいません、ストリートピアノを語る、全然話がそれてます。ちょっとビールをもう一杯いただきます。皆さんも飲んでくださいね。今日はクリアアサヒです。あのね、韓国の焼酎で今日ですかな、鏡のつけたい、あれをね買おうかなと思ったけどね、なんか店になくてやめました。ビールをね毎日飲んでるって結構お金がかかるんでね。韓国のショーズ強月 25%、
にしようかと思ってます。今日月にあのシーシーレモンをちょっと入れると美味しいです。あと炭酸ね、炭酸水美味しいんですよ。ビールはやっぱり美味しいですね。泡が、この泡は他には表現できませんね。ちょっとゆっくりします。暑いですね。今日はね、ちゃんと T シャツとズボン履いてます。いつもパンツ1枚です。そんな姿見せられませんので、今日はちゃんと着てます。ちゃんとね、それはちょっとできない。ちょっと沈黙します。あ、今日ね、笠木駅ね、昼前頃行ったんですけどね、新曲をやろうと思って、ちょっとテーマは少しできてたんですけど、サビがねできてなくて、ちょっと弱音につけながらパラパラと言ってたら、前聞いていただいたおばさんがまた来て、よう喋らんですよ。うん、まあ嬉しいんですけどね。ちょっとあんまりちょっと、ちょっとね、あれだったんで、引かずに喋ってるだけにしました。あそこの駅も若い人いませんね。おばあさん、おっちゃんしかいませんね。ネイル サロン&カフェは行ってます。まあ行ってないんですけどね。まあ、今度行ってみようかな。とにかく前、5月に行った、5月、6月かな、行った時はね、鳥の鳴き声がすごかったんですけど、今はね、セミがすごいです。セミの鳴き声がブワーッときますね。やっぱり夏を感じますね、やっぱり。そのままですもんね、エアコンもないし、夏の暑い風が入ってきます。まあ僕も、まあ、素敵な場所ですけどね、ちょっと人がおばあさんおっちゃんしかいないけどね、ちょっとなんですよね。ピアノの音はね、結構響き、ちょっと響きすぎっていう感じがありますね。天井が低いんで、大津サービスエリアはね、天井が高いからこう環境が緩やかに広がるんで、綺麗な音も広がるんですね。もうサービスエリアは結構気に入ってますね。ただあんまり爆音でやるとまた出入り禁止になりますので、ちょっと気をつけていかないとダメですね。あのストリートピアノの旅も今はいけないですね。なんか一発でなんかチャンネル登録者を増やしたいんですよね。なかなかそういう曲が作れないですよね。難しいですね。なんでしょうね、難しいです。ハトバス事故起こしましたよ。大変ですね。大きな事故ですね。いいニュースありませんね。
韓国の大雨が続いて15人の方が亡くなられてますね。道路も水没、ハンガンですよね、これソウルの。行ったことありますか、ソウルのハンガン。船乗りましたよね、観光船みたいなね。すごい氾濫してますね。えらいことになってますね。ここはね、中国の黄砂というの、砂が結構通ってきて、飛んでくるんですけどね、それが印象残ってますね。いうとこなんですけどね。ソウルもまあまだ行ってみたいですよね。まあ、ソウルはお刺身とかあんまりないかもしれないですよね。釜山がいいんですかね。ニュースありませんね。皆さんどうですか？いいニュースありました？ねえ、ないですよね。もう飲むしかないですね、この後。飲むだけです。今日何食べたかな？覚えてないな。何も食べてないかな？ん？朝。あとは何か食べたかな、あんまり覚えてないね。ビールを食べたかもしれないね。何食ったかな、ご飯と湯豆腐作って食べました。湯豆腐ね、好きな。まあ暑い時ですけど美味しいです。湯豆腐作って湯豆腐とご飯、それだけです。笠木駅に行く前、朝10時半ぐらいですね、それ食べましたね。それからは何も食べてないです。今、夜の8時50分。あ、違う違う。天下一品行きました。湯豆腐は別の日です。今日はね、何も食べずに出かけて、まず天下一品に、シムね、行って天津飯とコテージラーメンのセットを食べました。それから笠木に行きました。それからは何も食べてないですね。このビールだけですね。結構天津飯も一人前あって、ラーメンも一人前あるんで、結構もう一日それだけでもいいかなと。そんな感じです。皆さんは何を召し上がられましたか？僕はね、お刺身とかは作り好きなんですよね。結構スーパー行っても高いんでね、買うのやめたりしてます。普通の焼き魚とかね、安いんで、ね、買ってます。またあの四国の刺身定食食べたいですね。めちゃ美味しかったですね。お刺身の盛り合わせに、茶碗蒸しに、炊き合わせに、ご飯ですよ、デザートですよ。美味しかったですね、めちゃくちゃ。本当に美味しかった。あんな食事が毎日できたら幸せですよね。無理でしょうね。虫も好きですね。あっためそうね。今後の予定ですけど、まあ曲をね作りたいと思います。今までちょっとスローな曲ばっかりやったんで、ノリのいいやつも作りたいとは思うんですけども、できるかな。まあ
とにかくこうひらめいた時にすぐにピアノ音を出して曲を作ってこのやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、古い曲、前の曲はね、あんまりね、一回ごと聴けなくなるけどね、まあ気に入った曲はね、また聴きたいと思いますよね。あの、ハッピーバースデーサングスとか、好きですね。モーニングサンガな。モーニングサンガは結構ね、明るいし、元気ですね。めちゃくちゃシンプルやし、聴きやすいし、ミスすることはないと思いますね。これ朝日とともに目覚めて活動する、それがいいですね。そのイメージがモーニングサンス、朝の朝日がこう浴びてきて、それとともに目を覚めて起きるね、そんなイメージ作りました。だから自然で生活しているようなイメージですよね。そういうんなこともできないですね。なんとこ行ったら収入もないですし、ね、ただまあ自然は好きですよね。そういう生活に憧れますよね。まあ、世界各地に行ったらそういう朝日とともに目覚めるという人たちもおられると思うんですよね。ある意味で羨ましいですよね。目覚まし時計で起きるよりもその朝日で、素晴らしい朝日で目覚める、そりゃ憧れますよね。ぜひ将来はそんな生活をしてみたいです。お金のこと気にせずに生活できる、朝日が昇ったら起きる、朝日が沈んだんだね、という生活を一回してみたいですね。でもそういうイメージでちょっと曲を作りたいと思います。この作ってる曲はこの自然に関する曲が多くて、明日の森とかね、モーニングサンとかシャイニングスターとか、明日の森はね、明日目覚めて明日も森が広がってる、そんなイメージです。どこまででも果てしなく続く森が、果てしなく森が続いてる、だからそうあってほしいという願いを込めた曲です。これはね、だいぶ前に作ったんですけどね、イメージとしてはそうですよね。森林伐採とかでね、その生物体系もね、結構なんていうの、厳しくなってきてね、森がないと生きられない動物もいますのでね、猿とかゴリラとかクマとかね、なんかそういうのは大切にしていきたいですね。そういうことを感じてます。誰かコラボしてみたいですね。誰か一緒にやりませんか。ボーカルでもバイオリンでも管楽器でも何でもいいですよ。ただできないところもあるんですけどね、一回やってみたいですね。やっぱりストリートピアノは聴いてもらう人がいないとダメですし、楽しくなければなりません、いけませんしね。誰もいいのに一人で弾いてて動画を収めて、これはちょっと、まあ、自己満足ではあるけども、やっぱりなんか物足りないですよね。反応がないと、またそういうピアノの旅に出てみたいですよね。
連泊じゃなくても一泊でもいいですよね。トバの、トバの方にもできてるみたいですね。白浜空港、こうエアポートピアノっていうのも一回弾いてみたいですね。白浜と今セントレア、愛知県のね、名古屋のね、空港にピアノがあるみたいな、ね、空港ピアノ制覇、制覇じゃなくて、まあ沖縄空港はちょっと行けないんで、白浜空港とセントレアね、名古屋の空港、それ行ってみたいですね。トバはどこやったかな、なんか空港ではないね、どっかにあると思いますよね。とりあえず曲ですね。曲がないといけません。曲を作りたいと思います。なんかね、こういう曲を作らなあかんと思ってて、なんかね、こう、頭で、なんか浮かんでくる時があるんですよ。そういう時はちょっとね、ピアノを音出してみて。やったりするんですけども、例えば朝眠たい時にね、ひらめいたけどもちょっと起きるのめんどくさいし、ちょっともうおじゃんになっちゃったり、そういう時もあります。仕方ないですよね。で、起きてる時よりもなんかね、こう夢うつつというか、横になってる時の方がね、イメージが湧いてくる時ありますよね。起きてる時はね、他の情報とかあって、あんまりそこに集中できない。で、横になってる時はもうそれだけ、だからメロディーがなんか聞こえてくるんですよね。だからそれを忘れないように。ただ僕は絶対音感ないし、思い浮かんだだけではこの記録できないんで、音を出さないとね、無理だ。そんな感じです。コロナのニュースばっかりですね。このままだったらもう、通学生の学校よりも通信制の学校いた方がいいように思いますね。高校もね、通信制の高校はありますもんね。自分の好きな分野で活躍したい人のためにそういうのありますよね。普通の通科とか評議会行くよりもそっちの方がいいかもしれないですね。イノシシが福岡中心部に突然現れる。今ね、ニュース見てます。音出てないと。警察などの約70人で捕獲作戦。ちょっと人多すぎじゃないですか。まあ、その山にも食べ物がないから、こう街に出てくるんですかね。だから仕事なんで、しばらくはちょっと引きに行けないかもしれないですね。仕事をしながら曲を作って、また曲ができましたら引きに行きます。多分2週間以内ぐらいには引きに行きますんで、ぜひよろしくお願いします。ビールいただきますね。チーズ買ってきたんで、チーズ食べます。ビールいいや。モッツァレラ、
モッツァレラチーズです。でもね、150円ぐらいで売ってたんで買ってきました。フレスコで。まあ、食べてます。あのね、この部屋ね、まだエアコン、クーラーつけてません。扇風機だけです。あのちょっと暑いかなと思う時もあるんですけどね、この夜になってもね、全然大丈夫ですね。快適ですね。ここはね、なんか地下室みたいで日当たりがあるんでね、結構夏は助かってます。なんか扇風機だけ、今日になって35度以上でしょ、くらいまだでも扇風機で、まあ、扇風機だけでいけるか、今年の夏乗り越えられるかちょっと分かりませんけど、ちょっと頑張ります。チーズいただきます。あ、レバノン、ベイルート100人の方亡くなってますね、爆発で。あ、カルロス・ゴーンの容疑者の自宅の被害、爆発で被害になったそうですね。ただ無事だそうです。すごい爆発ですね。トランプ大統領、トランプはテロ攻撃っていうのみ方を示す。どうなんでしょうね。この爆発はちょっとひどすぎましたね。意図的に爆発させたのかもしれないですよね。通常ではないですよね、この爆発の仕方。閉めようか。また引きに行きますんで、ぜひよろしくお願いします。次はどこに行こうか、ちょっとわからないですよね。まず曲を作って仕上がりましたらまた弾きに行きますんで、ぜひよろしくお願いします。
すいません、では失礼しますね。ありがとうございます。ではまた失礼します。皆さんお元気で。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。Goodbye.